刻は9時30分を参りましたね。はいはい、今週もね、嘘のような本当の和ということで、どうですか皆さん、チャーガンジュ元気ですか、私土井秀人がお届けしてまいりますが、はい、東京からはね、ゲストのドクター水素ボトル北条政宏さんです。おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャーガンジュって何ですか、いつも言ってるけど土井さんね、チャーガンジュチャーガンジュ、まあ、みんなね、AOT 元気で行こうねっていうことですけど、平さんが訳すとどういうことですかね。まあそういうことですよね、うん、もうチャーって何ですかね。チャーみんな、え、みんなでチャー頑丈、もっと、うん、そうそう、頑丈にみたいな、あ、元気に行くぜみたいな、そうそうそう、みんな元気に行こうね、チャーはね、ギター持ってチャー、それチャーさんね竹中さん、そこはまた嘘な感じです皆さん、チャーさんというギタリストがいるんですが、チャーはさあかな、はい、調べときましょうね、はい、はい、そんな、ね、いつもか、あ、チャーはいつもなんだ、チャーはいつも頑丈ね、あ、頑丈ってことですか、頑丈ということですね、よくちゃんと説明できないで、ね、長年使ってる私なんですけど、ね、口癖みたいになってるわけですねはい、そんなね、健康ネタが今週もたっぷり出てくるんじゃないかと思いながら、ね、健康でお美しい今週もね、京都から、細井由美香さんをお迎えしてます。未病診断士さんということで、はい、では由美香さん、おはようございます。おはようございます。はい、今週もよろしくお願いいたします、はい、また来ちゃいました、よろしくお願いいたしますありがとうございますね、私もね、先週ちょっともうこんなツッコミばっかりだったんですけども、京都ね、この季節なんでしょう、今すごいいろいろね、まばたきないぐらいこういろいろ浮かんでるんですけど、やっぱ嵐山あたりのね、はい、夏場涼み川があってから、下何でしたっけ、橋の嵐山渡月橋、ああ渡月橋の下を流れてるのが何でしたっけ、何川でしたっけ、あれが、あれ何川でしたっけ、地元なのに鴨川でしたか、鴨川か、あれね、はい、調べてみます、はい、すみませんあまり知らなかったですで、宇治市というところでね、住まいだそうでということなんですけども、でもやっぱりね、身近ではあるその観光シーズン、まあね、たくさんの海外の方もね、はい、もちろん年中もういっぱいお越しになってると思うんですけど、京都ってやっぱりいいな、宇治市っていいなって思うところは、ユンガさんにとってどんなとこですか、はいはい、宇治市は皆さんの十円玉の裏側っていうんですかね、うん、の平等院って知ってますか、平等院、十じゃない方、じゃない方、はい、あれ宇治市にある平等院っていうのがすごく有名です。おお、なんて言いましたっけね、なんとかかんとか、国指定のそういうことですよね、多分天然記念物じゃなくて、それはヤンバルクイナじゃないですか、ね、国の財、なんか文化財、重要文化財、文化財とか、はい、ね、素晴らしいですよね、やっぱりこうのどかなんですか、そうですね、うん、あとはね、宇治市はね、お茶も美味しいんですが、お抹茶スイーツ、お抹茶のソフトクリームとか、なんかお抹茶のね、スイーツがすごく豊富で美味しいんですよ、うんうん、まあ、中国の人はね、お抹茶っていうだけで大量にバッグに入れて帰りますから ね、うん、ね、すごいですよ、だからドンキホーテとか行くとお抹茶コーナーありますからね、うん、お抹茶のお菓子とかお抹茶のなんとかとか、もそもそもあれは中国にそのお抹茶の文化がひょっとしてないんじゃないですか、あ、ですかね、だってウーロン茶とかいう、もうほら、いわゆる酸化した葉っぱでしょ、はい、でこの初々しい感じのね、抹茶っていうのはないですよ、だからか、皆さん京都観光っていうと京都市内が多いと思うんですけど、うん、ぜひ宇治にもぜひお越しやす おいでやすってなんかよう眼鏡の叫ぶおっさんが芸人にいますけどそうですか、お越しやすね、わ、ぜひ一度宇治へお越しやす、
京都の人って、ね、さっきちょっと CM 中に北条さん言ってましたけど、あのなんか気を使うその日本人のね、おもてなしのね、おもてなしの文化の究極のね、うん、あると思うんですけど、うん、やっぱりそういう気疲れはありそうでありながら、でもなんて言うんでしょう、僕本当ズバッと言ってしまうと、誰もなんか大阪行くとみんな怒ってるような感じがするのに、京都ってなんかみんな穏やかな感じがするんですけど、その辺はどうなんでしょう。そうですね、多分大阪よりはのんびりしてるような気がしますね。ペースが ゆったりしてますよね、うん、まあ、あとは言葉ですかね、うん、こうちょっと なんとかやんなってこう伸ばすしてありますのんとかね、もんとかいいです ね、 なんかね、例えば大阪だったら言っとったなっていうことを言うてはったなとか、あ、言うてはった、言うてはった、なるほどね、とか言うと、あ、京都やなと思いますね。そうですね、うん、言うてはった、あの沖縄だと言ってるさこの、ね、あるさないさなんとかささあ多いですね沖縄はね、なるほどですね、まあ、観光地なのでいっぱいね、本当にいいとこいっぱいあるので、また11月の末とかになってくると、あの紅葉でもうまた観光客さんがさらに増えるんですけど、いいですね。今やっぱりあれですか、増えてます、あのもうすごくどこ行ってもやっぱり、海外のお客様が多いですよ。なるほど。あと修学旅行生、あ、私毎月1日に伏見なりに、商売の神様伏見なりにお参りに行くんですけど、まあとにかくここは海外かっていうぐらい外人さんと修学旅行生でいっぱいです。皆さんがね、すごい、あの伏見なりさんって、ね、すごく映えスポットっていうか、そうなんですね、皆さん写真もう撮影大会なんですよ。でもあちこちで渋滞、撮影大会で外人さんみんなポーズ撮っていっぱい写真撮ってるんで、伏見高校の駅伝部さんなんてね、水素使ってもらってて、そうなんですか、強いですよ、伏見、伏見高ですか、はい、ご存知、はい、私ね、一生懸命水素の説明してね、ニコニコしながらその監督が話聞いてくださったんですけど、うん、たら僕ね、科学の教師だから理解できるからって言われて、なるほどなるほどなんつって、でも使っていただいて本当に強いんですよ、あそこの高校は、うん、やっぱりスポーツ選手には、ね、すごくいいっておっしゃってましたよ ね、 ね、やっぱりすごく運動しすぎると、あの、ね、活性酸素増えますから、大量に出ますから ね、 ね、で湧いて出た乳酸も火をつけて燃やしちゃうんで、うん、すごいんですよ、やっぱ水素すごいですね。私も北条さん の、 あの説明会に、ね、新大阪で、ね、はい、説明会してくださってるので何回か行かせてもらってるんですけど、やっぱり説明聞けば聞くほど、あ、もうあの早く吸いたい、頑張って帰ったらすぐ吸おうみたいなあのもう血流ももちろんご覧になって、はい、あ、血流測る機械も買っちゃいました。あ、素晴らしい、ね、逆にあれですよね、本当に未病というかね、はい、うん、あの何々さんこれねって言って、その何々さんの血流がもう目の前でモニターで見えてるわけですから、はい、ちょっとね、それこそ高血管の内側にこう糖があれでちょっとね、うん、流れが悪かったりすると余計ね、リアルにお伝えできますよね、あれはね、はい、特に未病診断では、うん、あの機械が、はい、細胞ナノスキャンという機械が自動で見てくれるんですけど、うん、その後私たち未病診断士がいろいろ解説をさせていただきます。で、あと、まあ、食生活のアドバイスとか、あの合う食べ物、合わない食べ物とかも分かるんですよ。それでこういったものをちょっと減らしてくださいねとか、あとこういったものは積極的に食べてくださいねっていう指導もさせてもらったりとかして、うん、例えば僕らあの同い年なんですけど、はい、あのカレーがっていうとね、まだこうカツカレーが浮かんでくるようなレベルだとやっぱり指導入るんですか。そうです ね、 ね、ちょっと血流とか見たり、あの今日は赤帰りのそばプラスあのミニカレーに行ってしまいました、ね、出ちゃいました、はい、ついね大好きだから、そばとカレーと一緒に食べる方初めて見ました僕だって大阪行ったらあのお好み焼き定食ってお好み焼きとライス食べてむしゃむしゃ食べてるんでびっくりしたことあるんですよ、ね、京都はね、お好み焼きとご飯を一緒に食べないんですよ。あ、
私食べたことないです、うん、だから私も大阪行ってびっくりしました。大阪でご飯と一緒にね、午後一の宝来の豚まん食べたりしますよね、そうなんですか、おかずですよ、もうそれこそうっそーんですねもうすっかり慣れていただいてもう、もう本当に聞かせていただいてて今日生土井さんに会えてすごく嬉しいです。生土井さん、はい、よしこさん、先ほどなんか曲がり間違って私宛てに京都のおいしいスイーツをね、ありがとうございます。あのお抹茶のお菓子を、はい、お土産にお持ちしましたので、ぜひ皆さんで食べてください。血液サラサラになるかもしれないですよだけどついね、沖縄そばとカレー食っちゃっていうね、あの水素はね、あの補助者たちは食欲もね結構促したりはするもんですからね、これまたあのいけない食材、うん、いけない、あんまり組み合わせもどうかなって思ってはいるんですよ、こうね、土井さんもいっぺん見てもらった方がいいかもしれないです ね、よかったらあのまだ、ね、北条さんもあの見たことないので、はい、ぜひ今度よろしくお願いします。新大阪来られる時は未病診断させていただきます。あの2年前にまだ別の方のね、そのお医者さんにあのさっきおっしゃってたね、細胞ナノスキャンしてもらったんですかね、やってもらってバーって検査して、うん、全く悪いとこありませんって言われて、すごい、でがんの種すらないので、これから5年間の間もしあなたががんだと言われたら誤診の可能性が高いので、うん、セカンドオピニオンつけてくださいってお医者さんからそこまで言われたんです。素晴らしい、素晴らしい、ね、もう見た目は太ってますからね、大丈夫なんですかって言われるんですけど、余計な心配は全然大丈夫なんですもうね、食べ物は好きか大好きしかないぐらいですからね、たくさん食べるんですけど、まあ、とにかくですね、本当に今の現在の健康状態を知っていただきたい、そして何に気をつけたらいいのか、そういったことが分かってれば本当に病気って防げると思うんですよ。まあ、どうしてもね、先天性のものとかは仕方がないとしても、まあ、生活習慣病っていうのは私は必ず防げると思います。そうですよね、食生活で随分コントロールできますもんね、うん、はい、知ってるかやっぱり知るか知らないかで大きな差が出てしまうので、まあ、若い時っていうのはね、ほっといてもどんなに体に悪いことしてもちゃんとね、自分の、まあ、修復細胞っていうんですか、自分で自分を治す力っていうのがあるんですが、まあ、40代50、特に50代以降になるとそういう力が衰えてくるんですよ。なのでいろんなことに気をつけないと、ね、はい、病気になってしまう。スーパーでこう、ね、何の成分が入ってるかしっかり見て、あ、それから買ってこないと ね、何でもかんでもね、これ食べたいって買ってるとダメです。はい、ちょっと反省はい、ちょっと一旦 CM 入りましょうかね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話ということでね、パーソナリティ土井秀人と、お届けしておりますが、チャーガンジュね、チャーは何だったっけなみたいな感じでねお送りしておりますけれども、でドクター水素ボトルの北条雅弘さんとね、京都府のね、宇治市からお越しの、由美香さんね、はい、お迎えしておりますね。由美香さん、もう京都食べ物ね、確かにこう人間生きてましてね、こうして生を与えていただいております中で、やっぱり食べれるもの食べれてね、もちろんその健康に気を使いながらやっぱり正直ね、僕はビビリなところが実はすごくありましてね、はい、こう見えて、そうするとね、あら、あれですよ、長生きやっぱり、まあ、子供が小さいのもまだあるんですけど、長生きしなきゃなと思うとね、うん、やっぱりね、もうズバリありがたいんですよ、水素ボトル、うんうん、もう花見離さずみたいな。で最初はすごい何年かぶりに東京出張で会った時に、血糖値血圧もね最悪で、痛風だどのって言って、本当にもうダメだなっていう、成人病バリバリですね、もうバリバリのバリで突っ走ってた頃にね、この体格は体格なんですけど、その今の事務所じゃないところだったんですけどね、まあまあ、とりあえずどうせ鼻入れてかけてって言って話してたんですよちょっと体がね軽い感じがして、それでも正直疑ってたんです、うん、うん、これでよくなるかって
いうぐらいのところあったんですけど、うん、ね、由美子さん先ほどのねお言葉のこう出会ってみてね、うん、やっぱり変わるというのもこうゲストにお迎えしている皆さんから逆に教わってます、うん、ね。私もあのこのラジオを聞かせてもらってて、うん、もうすごい体験の方いるじゃないですか、うん、もうね、びっくりするような、ね、本当って本当にうっそんっていうね、もう一切の忖度なしですから ね、もう台本も何もありませんからね、はい、やっぱりそういう体験談聞かせていただいてありがたいですね、うん、本当に ね教えてあげたいって、こういう人に教えてあげたいとか、うん、そうそう、ね、なんかね自分なんかがまだ甘かった、うん、反省ぐらいのね自分のレベルでヒーヒー言ってたのが、うん、もっともっとね痛くて苦しんでしかも長い間みたいな方が、はい、いや元気ですってね、うん、ラジオに来られると本当って ねこのあの人が名前忘れてきたのね飛行機で飛んできて先週まで寝たんですかぐらいなね人がね男性で堀川さんね堀川さんですね、はいはい、堀川さんも、ありましたね、まあ、ちょっとその一月前までは寝たきりだったんですよ7年間、ね、7年間そう水素して1週間で元気になってしまった素晴らしいですね僕らもびっくりですよ人生変わりましたよね変わりましたいやいや本当に あそこのご主人あれ生きてらっしゃったんだって周りから言われたってしかも、ね、いいから出てないからそう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 、うん本当に私もドクター水素の好きなところってやっぱりまず一番は持ち運びができる、うん、持ち運びしやすい、ね、そしてこの高濃度でこの金額でゼロ1個足りなくない、うん、みたいな、ね、安くてびっくりしたんですよ、うん、で今までちょっと高濃度のやっぱりそういう結果が出る機会って高いと思ってたので金額見た時にびっくりしたのでこれだったら本当に教えてあげたいってうん困ってる方とかそれからまあ私と同じように今は今元気でこの元気をやっぱ保ちたい方うん、うん、そういう方に、ね、本当にね社長がいつもおっしゃってるようにもう日常的にこう水素を吸う、うん、もうこれだったらできるって思ったんですよ、細井さんの場合はさらに美を、うんね、このまま保り続けないといけないですから、ね、このまま60歳になれたらいいなと、ね、いいですよねいや近いですね僕ら、うんもうカウントダウン入ってますよ我々はもう来年ですよね来年ですから私ちょっとあの少し、はい、7つ下の、はい、あ6つ下か6つ下、はい、今53歳なんですけど来年はもう赤いちゃんちゃんこ着て放送しないでねえ本当だちょっとね大きいやつお揃いで買わないといけない3円に売ってますかねなんつってねまあねそんなこんななんですがちなみにねあの番組もね、はい、だんだん盛り上がりすぎる状態なんですけどね、はい、うん由美子さん その周りの方でねその、うんまあ、お伝え申し上げていやもうよかったこれ水素ボトルと出会ってみたいな方のお話ってちょっとあります？はい、うんうん、もう先週もちらっとお話ししたんですけど、うん、長年のアトピーの友達がだんだん良くなってるとか、うん、あとそのボディリポート未病診断っていうのでその、ね、スキャン体のスキャンをした時にちょっとあちこち例えば膵臓とかですね肝臓とか、うん、でちょっと悪い番号を気をつけないといけない番号が出た後、まあ水素を30分吸ってもらってそしてもう1回スキャンしたら、うん、そこが不思議と良くなってたりとか30分で。はい、ワンプッシュじゃないですか、まあ、簡単に言うと体中の臓器の血流が良くなりますから、ね、臓器の機能が上がってるってことです、ね、ほんまにそうなんですよほんまにやはいほんまにないや どっちですよほんまにほんまに良くなったんよ良くなったんよってびっくりしますソードスとか言わないんですかねそれは言わへんかな。いや言わへんかな。なんか京都の舞妓さんとかがドスってよく言うでしょ。ね、なんか大奥なんかこう映画とかそういうドラマの印象ですよね。なんかドス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 言ってね。名古屋だとミャー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 言ってるみたいな。ね。まあいや正しいけどね。そういう方がやっぱり、はい、笑顔になりますよね。そしたら、ね、やっぱりそれの理由がちゃんとねあって、うん、やっぱりこう血管をね広げて、うん、そして血流が良くなると。本当にこんないい結果が出るんだってそれがやっぱり可視化してもう自分の目で見て分かるので、うん、皆さんすごく喜んでくれます、ね、その臓器レベルの、ねうん、その機能がアップしてるっていうのが分かるってんだからすごいですよ、はい、ねそして定期的に
やっぱり皆さんまた通ってきてくださって、うんうん、どれぐらい良くなってるかなとか、本当にそれが自分で見て分かるので、それね、その方もこう嬉しいでしょうけど、はい、うん、なんかもっと楽しんでません？あ、はい、ね、私が一番楽しんでるかもですね。ウキウキしますよね。あと逆にできてない方、ついこの間もいらっしゃったんですけど、1ヶ月間ちょっと1回目がもう本当にびっくりするぐらいちょっとやばいですよっていう方がいて、で食事のねアドバイスをさせていただいて、1ヶ月後来てくださいって言って、うんうんうん、本当にその方も真面目に来てくれたんですよ、うん、で1ヶ月間何にも変わってなくって、でやっぱりよくよく聞いたらもう食事とか全然できてなくって、でもう一回もう一回1ヶ月間頑張りましょうねって言って、やっぱりそれ自分の状態が良くなってない、ちょっと下手したらね1ヶ月前よりも悪くなってるっていうのが本人が分かって初めて自覚して、で今は食事療法を頑張ってくださって、うん、でもそうやってねやっぱりそれで健康になっていただけたらね、私もやっぱりお役に立ててるなと思うし、もう何よりもですね今2人に1人ががんって言われています。で、まあ、先週お伝えしたように、私も自分の、ね、旦那さんをがんで亡くしてますので、そういう、まあね、そういう人1人でも減らしたい、うん、まあ、病気になる方を、うん、ね、減らしたいっていう、まあ、無駄ななんかむやみやたらにお薬たくさん飲んでらっしゃる方もいますし、本当に必要なお薬だけ飲んで、あとはやっぱり食生活とかこういう生活習慣で良くなっていただきたい、そしてそれでちょっとプラス水素をね吸われたらさらに安心できていいんじゃないかなと思ってるので、これからも自分も使い続けたいですし、多くの方にまた知っていただきたいなと思ってます。ありがとうございます、ね、え北条さん、このユミカさんみたいな方がたくさんいるといいですね、日本に。本当にね、女神ですよね。未病診断士も全国にまだまだ少ないので、はい、もっともっと増えたら本当に、ね、健康な世の中になるんじゃないかなって思っています、ね、いやつくづく本当ね、私自身も思うんですよ、データ的なところだけじゃなくて、まあ、日本で特にね、特に少子が進み高齢化が進んでるじゃないですか、うん、本当ね、そういう方々がまたある意味元気でいてくれないと、うん、子供たち面倒見きれないまま他界していってしまうという、ね、うんうん、状況も、でましてやほら僕らの、ね、時代ならまだしもなんですけど、その後の時代って女性も出産が遅い、いわゆる、ね、うん、親がだいぶ年取っているのに子供が小さいというケースも特に都心都会なんか多いわけですよね、うん、それを思うと大事なお仕事ですねと思って、はい、ねえ、はい、そういつはますますね、ユミカさんご活躍と、ね、ドクター水素ボトルはこれはまあ私自身もそうなんですけど、皆さんねやっぱり体験会っていうのをね、うん、沖縄でもやってます、これね、そんな気になるのいつあんのとかね、ぜひ FM 技能案さんね、山内さん宛に、まあ、山内さん宛じゃなくてもいいんですけど電話してくださいね、うん、ぜひお電話いただいて、で私の方からもね北条社長にお伝えして、あどんなかなってタイミングがあったらね、やっぱり体験してきていただくのが一番いいですから、ね、そうですね、うん、こればっかりはね、なんだろうっていう逆にほったらかしにしないで、体験 ね説明会で血流体験したら ね、本当自分の状態が分かりますし、ね、それもいいですよ ね分かりやすいですよね、一番いいと思います、本当に皆さんね往々にしてびっくりされますから、でピュッとこうね動き出すとね血液がね何打てんのって皆さん思うでしょう、ぜひ体験会に来てみてくださいね、いつどこでやんのはぜひぜひお気軽に問い合わせをしてくださいということでね、今週も嘘のような本当のは東京からね、ドクター水素ボトルの北条さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、京都からね2週にわたって、遅い由美香さんありがとうございました。ありがとうございました。